You're listening to Shibuya Cross FM. は午後4時を過ぎました。里見しのぶのエンパラダッシュ、パーソナリティの里見しのぶです。そして心理カウンセラーの松本春乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も50分間ですが、よろしくお願いします。今巷ではです ね、世界中で、まあ、コロナウイルスでですね、本当に亡くなってる方が結構いて ね大変なことになってるね。さっきも言ったけど名前は可愛いのに ねコロナちゃんって ねどういう意味なんでしょう ね。これはでも中国から、まあ、毎回ね中国から発症するんだけど、原因わかんないね。なんかねこれ本当かどうかわからないんですけど、最初は中国 の、ね、あの首相たちはその コロナウイルスが出た時に日本に大げさにしないでくださいみたいなことをずっと言ってて伏せてたんですよ、どういう原因でこうなったかっていう ね、で最近になると日本の 対応が遅すぎるって今度向こうが批判してきて、もう意味わかんないね。わかんないね、原因はわからないね。ただね、経済的なね打撃っていうのが、このもしこれが収束したとしてもその後怖いなって思うですよね、もう本当に私もね銀座でスタジオ円というね、そう心配しているお店があるんですが、2月はなんとか、まあなんとかなんとかギリギリ、まあ赤字にはならない買ったんですけど、今月は本当にちょっとやばいなと思ってて、3月ね、3月、まあうちはあれなんですよ、カラオケをメインにしてるお店だから、そんなに女の子が大勢いるお店ではなくて、楽しくねカラオケで楽しんでもらえるお店で、こういうお店じゃなくてですね、女の子がいっぱいいるね、そういうお店っていうのは本当大変だと思う。大変ですよね。飲食店がまず大変だっていうんだから、飲食店、そうね、あとデパート、そう、それに基づいてで一般の人たちはもう外に出なくなったじゃないですか、で私ね、銀座の美容院に行ったら、もう美容院もガラガラで、美容院まで、そうで聞いたらやっぱそういう大きいお店の女の子とかママさんとかこう、いつも毎日来る、私は月に1回か2回しか行かないんだけど、そういう人たちになるべくもうお店にお客さんね持ってない人はお店に来ないでくださいって言ってるから、みんな女の子は来なくなっちゃうでしょ。うわー、怖いな。いろんなとこにやっぱりこう、関連して連鎖してこうね不景気になっていくという ね。だってお相撲界も、10億円のチケット赤字ですって。え、お相撲界払い戻し10億です。15億かな、10億かな、あらまー、無観客のお相撲をやるんでしょ。あらまー、あ、そうなの、やっぱ相撲界ってすごいですね、お金が飛び交ってて、この間ちょっと超有名な方が、カラオケね、まあ、貸し切りだったんですけど、来てくださって、まあ、スポンサーさん関係で来てくれたんですけど、相撲界は大変な打撃だそうです。10億だが15億チケットをね返さなきゃいけない、まあ、私たち その歌関係のイベント、私も亡くなったんですけど、春ね、イベントがあるんです。春で4月とか、そうそう、3月、4月がもうダメです。あらまあ、本当もう本当やばいよね。いやっていうか、インフルエンザね、ずっとそういうインフルエンザもまあ同じようなもんじゃないですか、菌なので、とか昔の、SARS だとか、ここまでこんなに大げさにしました？なかったけども、でもほら私自身もそんな軽率なことは言えないし大丈夫とかね、そうよね、今言えないから誰もがこう言葉をこう選んでるじゃない、だから余計に経済的な打撃は、大きいですよね。だって安倍首相がちょっと気をつけろっていうああいう、ね、発信をしてるってことは、やっぱり国民はみんなこう考えますよね、まあここ 1、2 週間で私は収束していくんじゃないかなっては思ってるんですけどね、だこれだけみんなが気をつけてるのでだから、でもテレビで
小学校を今休んでますよね、うん、でそれでどれだけそのあのコンピューターでね、うん、ウイルスが飛ぶか飛ばないかっていうコンピューターでやってたんですけど、うん、小学校を閉鎖してもしなくても同じだった、うん、そうなの、うん、家の中が一番ある意味怖い、あ、うん、だからどうなのかなってこんなにね、どこもかしこも、うん、みんながまあ今気をつけてて、まあ、気をつけてても私なんかお店は、うん、あの昔からすごく気をつけてるんですよ、マイクは一人一人こうちゃんと拭いて消毒で、うんうん、そうだったんね、で、まあ、普段から気をつけてるからそういう殺菌するものとかマスクとかはもうトイレットペーパー常にいっぱいあって、うん、今回このウイルスの関係で何一つ買ってないんですけど、そう家にあるやつある、あるもの全部持って行ってお店にね、うんうんうん、で使ってるんですけど、うん、もうそれでトイレットペーパー買いだめやめようよ、何の意味があるんだろうと思って、だからねデマ情報も LINE ですごいの、ね、え、この人がこんなデマ情報に載っちゃってるのっていうぐらい LINE が来て、うん、もうその処理で大丈夫だよっていう LINE を入れても、うんうん、東大の何々先生が言ってたとかね、そう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 、うん、なんかよくわかんないね、うん、人間って弱いの ね、そういうところがね、で私もねマスクは常に、まあ、そうマスクはしてるので、うん、常に、2,3 箱は家に予備があるんですよ、で、あと1箱ちょっとぐらいか、うん、なくなってきて、うん、でなくなったらどうしようかなと思って考えたら、うん、あ、そうだって今ハンカチとかでも作れるし、そういらない、だってね中国のニュースで奥さんのブラジャーを半分やだそれにゴムつけて何とも言えないねもうやめてって感じで、やもうこうなったらないからじゃない、キッチンペーパーでも作れるし、うん、そうそうね、そう、なんでそんな大騒ぎするんだろうと思ってね、ガーゼでもハンカチでもいいですもんね、そう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 、ね、こういう時は本当に、ね、頭を使って、うん、どうやって乗り切るかっていうのを ね暗くならないようにね、そう前向きに捉えて、うん、本当に本当もう暗くなってるから、うん、そういいこと言う、ね、本当そうよ、うん、前向きに捉えてみんなで頑張って乗り越えましょうということで頑張りましょう、よろしくお願いします、お願いします、ちょっとね長くなりましたが、はいはい、今日も一曲里見しのぶであやめ川聴いてください。白と紫キスソウように初夏の日差しに咲き誇る
のゲスト、プロピアニストの小泉浩平さんです。ようこそお越しくださいました。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、はい、実は血がつながってるんですよね。どのぐらいぶりにお会いした？どれぐらいぶり？亀戸でしたかね、確かお会いしたの。亀戸何しに行った？私は見に行ったの。うん、何だっけ、お葬式親戚だやっぱりそうだ確かそうでしたね。そうだそうだ、うん、あれがそう最後だっけ。多分そんな記憶があります。親戚だねやっぱり。そう多分総裁は必ずね会うからね。結婚式かな。へー、うん、結婚式ではないか、うんうん、待って、じゃあそうそうそう、小さい時からご存知。だって私がデビューした時から知ってる。東京に来てうち弟子やってて、はい、でデビューしました、うん、北島先生に曲もらって、うん、ね、キャンペーンで日本全国歩いて、うん、横須賀、横浜はね、うん、行くときは必ずその浩平くんのお母さんが浩平くんたちをこうね抱っこして3人兄弟なのよ。そうです、ね、で真ん中で、うん、最初はねデビューしたときは1人しかいなかったのかな、長男、うん、いやもういたっけ、うん、僕もいましたよ。いた、うん、2人いたんだ。いました、いました。3人、あ、で、そうそう、デビューして後だ、3人目ができたの、うん、まだだって赤ちゃんだったんだもんうわ立派になったってなんかつくづくそれが今ここでこうして大きくなりました、ねまあ、違う曲でやってる時も1回来てもらってね、ラジオ ね今日ラジオは、ね、来てもらったの2回目という。そうですね、じゃあ、はい、忍ちゃんに抱っこしてもらった経験もあるわけ。抱っこした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 、うん、覚えてないけどね多分。覚えてる。でも遊んだ経験ありますよ。でもねでっかいのよ、ちっちゃい時から私 あの いとこのお姉さんは私と、まあ、ちっちゃいけど、そう、ちっちゃい、こう下が回らない小柄なのね。なんでこんなでっかい子さんにも埋めたんだろうっていうぐらいお父さんがまた大きいから。あ、そうなんだ。僕はなんかあの3800だったって言いますよえ、そうなの、うん、すごい。そんな小さかったの。3800、3キロ。あ、大きいんだ。4キロ近いってこと。大きいんだ、3800。待って、4キロ近いってこと。そうだ、3800。3800、すごい。お姉ちゃん頑張ったわね。言いたかっただろうね、そっち。でもおとなしい子だったんじゃない、なんとなく。どうなんだろう、わんぱくではなかったんじゃない。おとなしかったと思いますよ。本当に。で、音楽に目覚めたのね。で、小さい時は、はい、なんかそういう感じじゃなかったよね。そのピアニストになろうと思ったのはいつから。なろうっていうふうに、ん、なんかもうあまりにピアノが好きすぎて。あ、そうなんだ。自らですか。自らですね。何歳からピアノを始めたの。ピアノは5歳。あ、そうなんだ。5歳でピアノを弾きたいっていう思う気持ちがすごいですけど、はい、それはご近所の、うん、遊びに行くお家があったんですね、うん、親同士が、うんうん、同僚っていうか、うん、でそこに遊びに行って、でそこに遊び部屋にピアノが置いてあったんですよね。でそこで幼稚園で今こんな歌を歌ってるって言って、こうやって指でこうやって叩き始めたみたい で、うん、でそれがあまりに好きで、うん、その遊びに行ってはその部屋に行ってピアノでこう遊んでる。でそこのお母さんがうちの母にピアノをやらせたらどうかっていうふうに勧めた。じゃあお母さんはピアノはやられないんで。いやいや、やらないですよね。あ、そうなんだ、ね、大きいピアノが置いてあるもんね、実家にね。実家、うん、実家に、ね、横須賀なんですけどね。そう、横須賀なんですね、出身は。浩平さんもお母さんはピアノをやらない、うん、忍さんもお母さんは歌は歌わない、うん、お父、うちはね、お父さんが好きだったの。歌を歌ったり、ギター弾いたり。でもやっぱりすぐそばにピアノがあったってことは子供の頃の環境なんですね、音楽に向かうってことは ね。たまたまそこのピアノを持っていた方っていうのが、うん、お母様が音大のピアノを出てる方だったので、それでなんかこう、うん、でピアノを弾きながらそこに習いに行ってたんですか。習いに行ったのはもうあれです、ヤマハの音楽教室です。あ、そのグループレッスンから始まって、うん、楽しかったんですね、きっとそこが、うん、でもグループレッスンはこう周りの子たちと足並み揃えてみたいな感じがあるので、うん、それいつも反抗してましたね。あ、うん、こんなのバカバカしいって。そうそうそう、本当、うん、みんな遅いみたいな、みんなもっと練習してきてみたいな感じで私も思い出したんだけど、私もピアノが好きで、うん、友達の家にピアノ置いてあって、でそこにピアノ弾きたいときは行って、うん、そこのお母さんが弾いていいよ、しのぶちゃんいつでもおいでって言って、
うちピアノ買えなかったからね、うん、で行って弾いてたんだけど、うん、なんかやっぱね環境ってその、うん、進めてくれた人に感謝だもんね。 それなかったらないもんね、うん、うわ、反省だ。私ね、もう屈辱でした。ちっちゃい時無理やりピアノ習わされたの、もう嫌で嫌で退屈で嫌 で先生が怖かったのね。もう嫌で、そこ行くの嫌で、まあ、でもそれで本当に好きだったら多分続いてたのね、うんうん、やっぱあの好きなものをやった方がいいよね、子供の時は ね、いろんなことをやって好きなものをこう見つけて、うんうんね、うんうん、追いかけた方がいいと思うんですけど、うん、でそういう中で、はい、ずっとピアノを習って育って、はい、大学をどこの音大でしたっけ。音大はあの武蔵野音大ってことですね。武蔵野音大だ、はい、なんか最近ちょっと事件なかった、うん、あったあそこだ、あそこなのも、うん、でもそこは付属校なんで僕はそこには行ってませんけど、よかったよかった。でもあのキャンパスでそんなことがあってね、あれ、うん、ちょっと話ずれるけどあれ何だったんだろう、はい、あれはなんかちょっとなんかいろんなもつれもつれいろんなもつれだったらしいですけど、うん、あ生徒が生徒をなんかしちゃったの。そうです、そうです、うん、妬みとかやっぱね、芸能界もそうだけど、すごく自分腕がないのは自分のせいじゃん。それを上手い人を妬んだりとか、まあ、その事件の原因は分かんないけど、原因はなんか恋愛のもつれ。あ、恋愛なんだまあそれもね、うん、しょうがないじゃんね。どこにでもある話だけど、武蔵野だからこうボンって世間に出ちゃうんじゃない。まあね、学校がね、はい、それでいい学校ですよとて、ね、とてもいい学校ですよ。そうね、私の知り合いもね、結構武蔵野音大に、ね、出てる人がいるんですけど、で、そこの武蔵野音大、はい、何年ぐらい大学の院まで残ったので、うん、6年間いました。あ、素晴らしいね。 E ってどういう意味？ ABCDE っていうこと？いや、大学院まで。あ、院ね、はいはい、大学院ね、はい、あ、はいはいはい、大学院っていうのは、はい、どういう感じなの？その大学のシステムがよくわからないんだけど、まあ、4年間学部を終えて、うんうん、はい、あと、まあ、さらにもう少し研究を積みたい人っていうのが残って、うん、まあ、なんか俗に言うなんか社会に出る前の執行猶予とか言われたりもしますけどでも一応そこ あの2年間で何か突き詰めたいものがあるので、そこで論文を書いて出なきゃいけないというのがあるので、あ、やっぱ講師の資格とかそういうのもそこで取得したりするんですか。講師っていうのは学校のですか、はい、小中学校の、うん、それはもう普通に教員免許って感じで、うん、取れます。あ、持ってるんだ、うん、持ってます、持ってます。で今は教員じゃなくて教えてるもんね。教えてますね。生徒さんがたくさんいるんですよね、はい、でね、私ね、ほんと浩平くん何年か前ディナーショーで弾いてもらって、うん、で歌も歌ったんですけど、うん、びっくりしたのがやっぱ歌いやすいの、うん、ちゃんと歌う人の気持ちになって弾けるってやっぱすごいなと思って。それはね、嬉しいですね。いや、なかなかね、そういうプロ の楽器やってる人ってやっぱうん、自分が一番だから、うん、地方行った時に、うん、ギタリストさんがいて岡山の、うん、でその人とやってくださいって言われてやったんだけど、うん、これが歌いづらい歌いづらいもうギターの人のペースで合わせても歌うしかないから、うん、もう余韻も何もなくて、だからいかにやっぱ浩平くんはうまいなってその時にね改めて思いましたけどね。もともと歌に行きたい気持ちもあったんですね、うん、高校時代にうまいんだもんね歌も。それで歌の人とやっぱり一緒に仕事がしたいな将来と思って、うん、それでもうなんか普通学生時代ってオーディオルームに行ったら、まあいろんなピアノの人の映像を見たりとか CD 聴いたりしてですけど、もうなんかオペラばっかり見て、なんか声楽家の人ですかって言われるぐらいにオペラのことばっかり見てたって感じです、ね、なので歌の人と合わせるピアノっていうのがやっぱり、うん、今でも一番好きなので、うん、じゃあまた今度ね、ぜひぜひぜひ、はいはい、お願いします、はい、それでは、今日は、CD、の中からシューマンの曲を、はい、アラベスタ、アラベスクですね、え、うん、アラベスククなんね、うん、ごめんなさいアラベスクはそうだ、アラベスクね、はい、小泉浩平さんのピアノで聴いていただきます、どうぞ。Thank you.
聴いていただきました、うん、今ねこの聴いてる間にそのアラベスクの曲の説明をねずっと聴いてたんですけど、はい、皆さん聴きたいと思うでしょ。でもこれ時間がないから浩平くんの、ね、コンサートに行って聞いてください。あの同じような解説を多分舞台上でもまた、ね、うん、私何回もねあのお伺いしてるんだけど本当にあの、うん、クラシックってなかなか触れることなくて、うん、意味が一般の人たちはあんま分からないと思うんだけど、うん、そのコンサートの中で、うん、この曲はこうであって全部説明してくれるの、うん、なるほどってそうやって聞いてから曲を聴くから、うん、すごく分かりやすい、うん、そうね、うん、ただ聴いてるんじゃなくてね、クラシックが結構身近に聴けるようになったかな、うん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 、なんかこう事実をこう説明されるだけだと、うんね、あんまり面白くないので、うん、僕の場合はなんかこうこの曲はこういう事実があって、うん、でこれを、僕はこういうふうに思って弾いてみるので、うん、どうですかって感じ でその僕はこう感じていますというのが、うん、人それぞれ絶対違ってくるの で、うん、でそれをその人個人個人の感じ方を伝えて、うん、はいどうぞってやってみるのは、うん、分かりやすいかなと思いますね。そうそうそう、うん、本当分かりやすくてクラシックが、ね、ピアノ身近に弾きながら MC っていうかそのお話もされるんですか。ですね、コンサートが結構ねこのコロナの騒ぎで中止になってしまってる部分もあるんですが、うんですね、残念ながら、はい、でも4月14日まだこれはキャンセルになってませんなってないので、うん、ぜひですね、これ場所どこでしたっけ。これ神楽坂の、うん、あいいとこですね、はい、アグネスホテルっていうとこなんですけど、うんうん、はい、はい、そちらであのこれ雑誌の企画なんですね。そうそう雑誌もねされてるってことで、うん、雑誌の企画で、はい、はい、それで歌いたいおばさまたちとかいっぱいいらっしゃいますよね。そういう歌いたいわっていうおばさまたちがいっぱい集まってきてくださって、うん、最初はこのオペラ歌手の指導のもとに歌いましょうの時間があるんです。で歌謡曲だったり昭和歌謡だったり、うん、童謡だったりとか、うん、でちょっと新しい歌を覚えてみましょうだったり、でそういうことをやってプラスじゃ あの演奏を聴いてくださいねということでこちら側も、うん、クラシックのものをお届けするという企画を毎月やっているので、そうなんですね、はい、4月14日、あなたと歌うコンサート、火曜日ですね、はい、参加費は3,800円、はい、アグネスホテル東京飯田橋駅から徒歩5分ぐらいのところにあります、はい、開始が14時2時ですね、お昼2時から、うん、はい、終了16時15分、4時15分ですね、はい、はい、ぜひ、お時間のある方は参加してみてください。募集に人員が140名入ります、ね、すごいたくさん入りますね。結構最近完売完売って感じになって、だってリーズナブルですよね、クラシック高いですから ね、 ね、そうそうそう、なんかキャンセル待ちになる回もあるので、ね、3800円って、はい、なんで春めくで検索していただけると、うん、何で春めくで多分、うん、春めく、あ、うん、春めく、はい、雑誌名で、はい、雑誌で春めく、はいはい、あなたと歌うコンサートという企画です。はい、はい、で検索して、うん、チケット購入、はい、してください。早くしないと、そうそうそう、完売になっちゃう、完売になるので ね、早く予約して買ってください、うん、はい、それではここからですね、はい、今雑誌の宣伝をさせていただきました。うん、ね、お友達紹介ですが、はい、お仕事の告知他にありました。これで大丈夫ですか。すとりあえずはね、とりあえず、はい、はい、ここでですね、はい、お友達紹介をしていただきたいのですが、はい、出演が4月20日ですね、はい、はい、どういった方でしょう、なんという方、深沢智美さんという方なんですけど、はい、うん、はい、美人サックスプレイヤーです。おー、うん、サックス、サックスです。でもなんかジャズをパッと連想する方が多いと思うんですけど、うんうんうん、クラシックのサックスプレイヤー、ですね。ですか、はい、楽しみですね、はい、電話も今してもらって大丈夫ですか。はい、はい、してみていいですか、はい、何喋ればいいんだろう。まずこんにちはからですね、こっちに聞こえるようにマイク入るようにお願いします。はい、これでいいですか。はい、出てくる。もしもし。あ、もしもし。
小泉です、こんにちは。こんにちは、こんにちは、こんにちは、渋谷クロス FM の、はい、里見忍のエンパラダッシュというコーナーの、はい、パーソナリティの里見忍と申します。はじめまして。こんにちは。ですね、小泉浩平さんからのご紹介で、お友達紹介で、はい、4月の20日月曜日のご出演になるんですが、大丈夫でしょうか。良ければよろしくお願いいたします。ぜひぜひよろしくお願いします。とても綺麗な方だとお伺いしておりますので、はい、もう全然すみません、綺麗な人大好きなんで楽しみにしております。それではまた、また連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、わかりました、はい、お待ちしております。ありがとうございます。はい、お願いします。というわけで、4月20日も楽しみにしております、うん、それではここで、はい、小泉浩平さんの、CD の中からヘスという作曲家です。ごめんなさい、うん、ラベンダーの咲く庭で、はい、はい、聴いてください。
ピアノでヘスの、ラベンダーの咲く庭で聴いていただきました。本当に心が、ね、穏やかになんか気持ちよくなったところですが、ここで動物愛護ラブワンコーナーに入りたいと思います。今日もあ、ごめんなさいその前に、松本春のお悩み相談コーナーイエーイということですいません、ちょっと花粉症でねぼーっとしてて本当ごめんなさい。いい曲が流れたからなんか喋り方が優しくなってたなってたラベンダーのようだったよ。そう、それではお悩み相談コーナー、ここで突然ですが、小泉光平さんにお悩み相談コーナーなんかお悩みはありますか、ございますか。何かあるかなと思って考えたんですけれども、はい、ついついお酒を飲みすぎるとお酒ね本当ね強いよね。でもね、まあ弱くはないですね。ねえ、いつ頃から飲み始めてます。真面目に二十歳だったと思いますよ。あ、そうですか。どのぐらい 量をどのぐらいなのかしらね。量は平均的に1日ワイン1本、1本1人で、羨ましい限りです。飲み始める時からそれくらい飲めてたの、徐々に。いや、最初からですね。最初から、そうですか。なんかね、飲みすぎってその人によっていろいろみたいですけど、うん、はい、あの日本人は少ないらしいんですけど、解毒作用っていうんですかね、うん、アルコールを分解する力が ね、きっと彼は小平さんはあるんですよね。だから、まあ、多分なんか青森方もそうだし、うん、町方が青森なんですけど、そうだよね、青森もすごく飲むし、母方もね、徳之島も、うん、飲むだろうしっていう感じ、うん、両方飲む血筋だもんね、うんうん、だから飲んだ次の日がこう気分悪くなければ多分ご本人は飲み過ぎかなと思っても、まあ、体はそんなに負担かかってないのかもしれないですよね。翌日がですね、うん、最近ちょっと残るようになってきちゃったんですよ。そこでちょっと衰えを感じてきてるんです。老化の始まりですね内臓の老化、ね、なんか何でもそうだけど、お水をいっぱい飲むことと、あとは1週間に1回肝臓を休ませるってよく言いますから、うん、まあ、これカウンセラー心理カウンセルみたいななんか医学的になっちゃいますけどね。うん、なんかやっぱり肝臓は休ませてあげないと良くないかなっていう、ちょっと心配ですよね。え、毎日休ませてる日はあるの？昨日は飲みませんでした。ということは家でも飲むってことだよね。家で飲みますね。ね、よくあの外で飲むけど家帰ったら飲まないっていう人ね、うん、いますけどね。これだけ活躍してる方って飲めない日もあるじゃないですか、うん、だからそんなに心配する。でも仕事終わった後打ち上げて絶対飲むでしょ。みんな飲みすぎが多いですそれを理由に飲むよね、うん、打ち上げで、打ち合わせとかでも飲みます、ね、飲むそうか、美味しいものが大好きな人が多いですね、うんうん、あ、まあ、ね、週に1回抜くという感じで、まあ、月1回でもいいですけど、ね、休ませてあげないとやっぱり ね、肝臓ずっとフル回転してるとやっぱり良くないですよね、うん、全然私なんかもう受け付けないから。あ、そうだ、そうだ、長生きしますよ。長生きするのかな、うん、やっぱりね、アルコールとか、うん、ニコチンとか、うん、まあ、ほどほどはいいけど、のあの摂取しないことに今ね、あの、そうなんだ、長生きしたくないのにな、うん、しましょう、長生きしましょう。でもワインもほどほどならほら、あの血の流れを良くするし、ね、ポリフェノールが、うん、あのいいっていうから、うん、ワインはそんな悪くないんじゃないですかね。頭痛くならないワインって。はならないですね。あ、そうなんだ。私ワインはね、結構ちょこっとだけ好きで飲むとしたらワインか、うんうん、あの甘い感じのしか飲めないんですけど、頭痛くなるんだよね、うん、ワイン飲むと。なんか家で開けるとどうしてもなんか頑丈なセラーがあるわけでもないので、うん、開けたらもう飲み切らなきゃっていう気分になるんですよ。あ、そうでもったいないもんね、うん、小さいのを買うと割高だしと思ってあそしたらやっぱこれになっちゃうと、ね、だから早く家でね、一緒に飲む相手を探して半分量、そう、量を減らすのが一番いいかもね。それがいいかも。そうか、そこに行き着いたかね、こんなにそういい男なのよね、うん、いや、ハードル高いんですよ。いないかしら、本当にハードル高いのがもう分かる点数が高くない。ちなみにあの、はい、あの好きな女性のタイプ言っといてください。そういうお仕事もされてるんで、うん、なんだっけ、そういうふうに聞かれたら誰だって答える、なんか
マニュアルが僕の中にあったんですけど、うん、突然売れちゃったからね今誰でしたっけね結構純粋でしょ、ね、パッと思いつくの顔が赤くなるのパッと思いつくのは、はい、木村芳乃さん、あ、明るい方が好きなんですね。豪快な感じ。なんだっけ、東山さんの奥さんだ。うん、私すぐ近所ですよ。そうなんですか。やっぱりね、あの実物もすごい綺麗、痩せてますけど綺麗な方で、ね、素敵な人ですよ。ああいうなんかさっぱりした感じの方がいいです ね、 ですね、うん、同じあの職業の方はダメなんですか。多分喧嘩するんじゃないでしょうかね。あ、なるほどね。だから全くもうね、うん、違うタイプでついていきますっていう感じの方がいいかもね。心得ておきます。よろしくお願いします。あの親戚というわけで結婚式で。それではここで、動物愛護ラブワンコーナーに入りたいと思います。奥田さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、どういうお話を、はい、今日はちょっと寒いので、はい、それに合わせて最後かなと思って、うん、今年毛皮のお話をちょっとしようかなと思います、うんうん、この今写真あるんですけどね、キツネなんですけれども、これ2019年去年あの私たちの団体の方で、うん、中国で撮影してきたものなんですよ、うん、で毛皮農場っていうところがやっぱりたくさんあって、うん、でその中の一頭なんですね。すごく人懐っこい子で、うん、他の子はもう精神を病んでもう情動行動して行ったり来たりとかしている中で、この子はこう人が寄ってくるともうキュン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 って言ってきて、それでこう人の手を舐めてっていうことをしてくれている、助けてって言ってるのかもね。そうなんですよ、してくれる子だったんです、うん、それでちょっと印象に残っていて、うん、野生のキツネですか。もうすべてほとんどの毛皮が養殖されているんですよ。だからもう全部飼育されて狭いケージの中に入れられて、それで短い一生を終えるというような感じなんですね。養殖、うん、じゃあだから人に慣れてるんですね、ある意味。基本的には慣れてないです。この子だけ特別、すごく人懐っこいというか、そういうジェスチャーをすごくしてきた子なんですよね。もうなんか自分 の、うん、そのね、殺されて毛皮になるっていう、なんかどこかでこう感じ取ってるんでしょうね。運動も太陽も知らないっていうのが ね、 ね、毛皮になる子たちの運命なんですよ。太陽も、うん、でこの檻から出るときは死ぬとき、うん、もう嫌だね。だから毛皮はやっぱり着ちゃいけない、うん、革製品は使わない、私もあのどんどん毛皮を今やめて、うん、フェイクでね、うん、そうですね、フェイクで十分ですよ。本当知ることが大事です ね、うん、ね、そうなんですよ、うん、よく行かれましたね。一頭こうやって苦しんでいるので、うん、やっぱりやめていくっていう、うん、すごくいいニュースもやっぱりあって、うん、13年前ぐらいからキャンペーン始めてるんですけれども、うん、その時と比べると今日本が、輸入量が毛皮の輸入量 83% ぐらい減少してるんです。そんなに、うん、そうですか、岡田代表のね、努力ですよ。努力ですよ、もうみんながこういろんなとこで啓発した努力なんですけれども、素晴らしいね、どんどんみんな意識上がってきて、どんどんやめてる。これは協力しなきゃいけないですね、まあでも銀座なんかね歩いてると未だにね毛皮専門店みたいなとか、結構あるんですよ、うん、昔すごい昔の私だったら、ね、あ素敵って思って見てたんですけど、うん、今まだこういう店あるんだと思いながら、ね、あるんですよ。まだ頑張らなきゃ。そう、岡田さんにちょっと伝えとこうと思いながら、この間そういえば歩いてました。はい、そういうとこね行って、こういうの貼ったらどうなのかな、嫌がらせになっちゃうかな。本当に、まあでもそういう人たちはそれでご飯食べてるから ね、 そうですね、本当にそういうなんだろう、やめてもらってその違うなんかその商売っていうかね、考えて、まず考えてもらって、そのテイクファー、エコファーっていうんですけども、それって日本の特産品でもあって、あ、そうなんだ。やっぱりそういう繊維の技術ってすごい日本うまくやるんですね、だから高級なラグジュアリーな、あのブランドのそのエコファーは日本の企業が作ってたりするんですよ。そうなのね、だからそういった形でどんどん活躍できる分野でもあるから、そうなの、そういう風に変えていってもらえると嬉しいですけどね。ね、したらいくらでもそう買いに来るのにとか思いながら ね、 ね、この可愛い瞳を見て、ね、よくそういうことができるなっていう、それを商売に、ね、ウサギもね、そう生きたまま毛抜いちゃうとかっていう、ね、そうなんですよ、ね、カシミヤもそうですよ ね、 ね、むしり取るんですよね、むしり取るんですよ、柔らかいところをね、ね、ね、コウヘイ君もね、猫ちゃん飼ってたんだけどね、はい、そうなんですね、過去にね、2匹ね、はい、飼ってて、
私さっき聞いて楽屋で聞いてびっくりしたんだけどね、うん、何年前に亡くなった？もう4年ぐらい経ちますね。4年ね、うん、で男の子同士なのにすごく仲が良かったという。もうべったりでしたよ。何歳と何歳？同い年でしたね。何歳だった？亡くなったのはもう9歳でした。9歳。病気しちゃったので。ちょっと病気しちゃったのね。何の病気だったの？腎不全でしたね。あ、腎臓ね、うん、お酒飲ましてないよね。いや、飲ましてない。でも毎日毎日毎日あのサプリ飲ませて、あの注射毎日して。何の注射？あの点滴ですかね。ああの皮膚の下にこう刺して。小平さんはやってたんですか？やってましたよ。あ、すごい。もう幸せに ね最後まで。よくペットロスになりませんでしたね。なりましたね。大丈夫でした？最初沈んじゃうでしょ、はい、ねえ、うん、音楽にも影響を受けちゃったら。そう、ピアノ弾いててもなんか突然ポロってなんか、あありました。そうだよね。なんか常にこう練習してると、あの横にここにこうずっと座ってる子だったので、聞いてたのかしらね。え、2匹いっぺんに？そうです、もう横にずっと座ってました。じゃあ2匹いっぺんに亡くなったの？そうなんです、同じ年に。年始と年末に。あらまあ、あと追っちゃったんだね、うん、やっぱり仲が良かったから。もう片っぽは何にもなかったんですけどね。突然なんか心臓だったのかなって感じ。あ、そう、ね、ちなみにお名前はなんていう？ひまちゃんとぼんちゃん。ひまちゃんとぼんちゃん。暇の暇なんか意味があるんですか？暇。ヒマラヤンの暇です。あ、ごめんなさい。退屈の暇かと思った。レベル低いね、発想が。ヒマラヤンね。こだわりがあったのが、あの獣医さんに連れて行った時に、うん、あのひらがなですって言って、うん、でもこうカタカナで暇って書かれたので、これちょっとなんか、うん、暇って感じがするから、そうじゃなくて暇です。暇じゃなくて暇。暇。ボンちゃんは、うん、あのボンボン育ちにさせようと思って、ひまちゃんとボンちゃん、じゃあ寝る時も一緒。そうですね。でも何歳から一緒だったの？何歳にうちに来たの？両方0歳です。あ、あ、じゃあ生まれてすぐ3ヶ月4ヶ月、ね、あ、一番可愛い時だよね。もう寝る時はスケさん、カクさんって言ったんですけど、うん、朝起きるとこっちにこう枕元に顔がこうある。かわいい。じゃあ、こうへいさんママだったんだね。ママ。それは寂しくなるよね。ご飯をこうせがみますよね、朝って。そしたら顔にこう手をピッと置いてきて、うん、まあ、こっちは寝たふりしてるんですよ ね、うん、でもなかなか起きないと、だんだん爪をこう立ててくる。かわいいね。いい子だったね。起こされてご飯をあげる。やっぱりそのあの爪は武器だって分かってるの ね、こうすれば起きるって分かってるの。だんだん、いや、起きないとだんだん爪立てるわよみたいな感じでね。じゃあ今度はそういう女性をね、爪立てるから起きないと探します。私もこう、あのね、うちも犬飼ってるでしょ、うん、アークがいるんだけど、うん、やっぱもう、4月で15歳、うん、心配な年ですね。もうね、もう本当今ね、老後のお世話をしてるんですけど、やっぱあの調子がいい時と悪い時と激しくなってきて、最近週末土日は最近毎週病院行ってますよ。あら、急に下痢したりとか嘔吐したりとか、もうで病院行っても原因分からなくて、で心臓が急にまたやっぱ弱くなって、今薬飲ませたら毎日飲んでるんですけど、うん、あの元気になってきて、うん、でもう元気でなんか調子こいてもうやってたんだけど、急にまた吐いたり下痢したりって、うん、やっぱりね、あの年を取るとこうやってどんどんこう弱っていくんだなっていうのを、うん、改めて感じながら、いつ亡くなってもいいように、もう一生懸命今あの後悔しないように介護してます。本当に介護がね、愛おしさを増すんですよね。もうね、もうこんななっちゃったんだって、うんちもおしっこも昔はね、ちゃんと我慢して、あのね、外でやる時とか、あとする場所が決まってたりとかできてたんだけど、今それができなくて、でお漏らしとかしたらもう、あ、ごめんなさいっていう顔をするのね。僕ね、ちゃんとしたかったんだけど出ちゃったんだよねみたいな顔するの。うんちとかおしっことか、もうそれ見てると本当何も言えない、怒れない、もう年だもんねって、いいよいいよ、どこでもしなしなって今お示してます。はい、まあ、それに比べてキツネちゃんはね、本当にもう本当に同じ目してるよね。同じですね。いろ
字にね、あの思いも、ね、高いも安いもないし、うん、思いも低いもないので、ぜひ、本当に動物愛護で、ね、少しでも世の中に ね、ためになるように、はい、これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。本日は、お忙しい中ありがとうございました。また時間の時ぜひお越しください。里見しのぶのエンパラダッシュ、お別れの時間が近づいてきました。この番組は美を追求するメディカルサロンアクアの提供でお送りいたしました。最後にお別れの曲、里見しのぶで青の青をお聴きください。次回の放送4月6日月曜日です。それまで皆さんさよなら。さよなら。はい、3つある、はい